新自由主義ってね、こう、まあ、否定的な文脈で僕ら語ることが多いんだけど、もちろん僕もあんまり好きな言葉ではないんだけど、本当の意味での新自由主義だったら、日本でもっと競争社会だったら、要するにゾンビ企業だったりとかみたいなものは、どんどん退場を迫られていくわけじゃないですか。だから、これはまた、冷酷な形でも、その、イノベーションが起きて、新しい産業が起きたりとかしてくるって、まあ、アメリカなんかはそうだけど、日本の場合は、新自由主義の、要するに弱者に辛いところだけ、だから、労働市場を自由化して派遣を増やすとかね、そこは新自由主義的なことやったけど、本来退場を迫られなくちゃいけない電力だったりとか、あるいは肝心のど真ん中ね、そこが要するにもうさっきオリガルフィって言ってたけどね、その政府の、まあ、あるいは政権の世襲議員たちとこう、まあ、ある種こう一体となりながら税金を食い物にしてのうのうと生きてるけれども、そのこう一番だから肝心のところで新自由主義が凍結されていないっていう。だから日本の新自由主義一つは弱者叩き、だから大阪なんかは要するに市の組労働組合がね、うまい汁吸ってると3万円の背広を支給されてみたいな、そういうかけど、もう一つは何か、ね、自己規制のイメージをそのなんか作るわけですよ。例えば自民党をぶっ壊すって言ったのは小泉さんじゃないですか。同じように大阪議会の議員の数を減らすとかね、そのなんか文書費を削るとか、なんか本質的じゃないけどなんか身を削ってるかのようなふりをするわけだけど、それがいかに嘘かっていうのは大阪万博とカジノで全部暴露されちゃったわけだよね。